ねえねえ、あんたまたソファの横におしっこしたでしょ。ご主人様に怒られるわよ。はあ？してねえよ。俺がしたのはおしっこじゃねえ。マーキングな。いいか、マーキングってのはな。また始まったわ。何度も聞いたわよ、あんたの語るマーキング論。狼の群れのリーダーは自分の縄張りを主張するためにマーキングをするんだ。しかも片足を上げてするのはリーダーの特権なんだぜ。なんで片足を上げてするのかって。そりゃ尻尾の付け根にある肛門腺から匂いの強い分泌液を出して、それをなるべく高い位置につけるためよ。そうすりゃチビどもがビビるだろ。やかましいわ。小さくて可愛い代表ポメラニアンめ。足上げたところで大して上まで届いてないところが愛くるしいポメラニアンめ。何が片足を上げてするのはリーダーの特権なんだぜよ。お山の大将、井の中の蛙に並ぶみんなのアイドルポメラニアンめ。そして家の中で肛門腺から匂いの強い分泌液出すな。ただでさえこの家中あんたの可愛さが充満してるっていうのに、匂いまであんたで分泌尽くされたら私窒息するわ。あんたの可愛さ過剰摂取でポメラニアンショックを起こすわ。というかお前だってよ。何よ。さっきまた壁ガリガリやってたじゃねえかよ。あれもご主人様怒るぞ。あれは仕方ないのよ。美しくあるためだもん。ネイルケアは女のたしなみなの。はいはい、また始まったよ。女のたしなみなの。こいつあれのことネイルケアって言ってるけど、俺知ってるよ本当は。なんていうか爪研ぎだよ爪研ぎ。何が女のたしなみで、お前はそんなことしなくたって十分すぎるくらい可愛いだろうがアホ。もうすでに眩しすぎるくらい可愛いのに、さらに爪の先まで美しくなってみろ。川口湖が泣くぞ。ご主人様がそのうち行ってみたいって言ってた逆さ富士の生える川口湖の水面より美しく反射する爪を持つお前が家の中にいたら、もう旅行とか行く気失せるわ。しかも爪研ぎもいわばマーキングだよね。肉球からフェロモン出して縄張りを示してるんだよね。ってどこかで聞いたことあるけども、そんなことしなくていいわ。何が縄張りだよ。お前が望むならこの家すべてお前の縄張りだわ。いや、お前の可愛さなら本気で望めば世界丸ごとだって手に入るわ。それでもお前はそんな独占的なことをせず、持たざる者、弱き者に分け与える精神でどうせ生きてくんだろ。知ってんだよ、根っからの超いいやつめ。ずっと友達でいたいわ。それにしてもご主人様、今日は特に帰りが遅いわね。ん？ああ、まあそうだな。別に気にはしてねえけどな。また癖強い人の面接でもしてるのかしらね。いつものことじゃねえか。どうせもうすぐ帰ってくるさ。寂しくないの？寂しい？そんなわけねえだろ。むしろ部屋を広々使えて楽しいくらいだぜ。そっか、私は寂しいな。早く帰ってこないかな。ただいま。あ、ご主人様だ。ごめんね、今日も遅くなっちゃったよ。ご主人様、ご主人様。何よ、あんた寂しくないとか言いつつ嬉しそうしてるじゃないのよ。ちげえよ、これはマーキングだ。今日も動画見てくれてありがとうございます。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。犬派か猫派か、どっちも派です。みんなはどっち？どっちも派ありです。また次の動画で。